ですが、ムコーズ男子メンバー抜き打ち効果のチェック。バオ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 。あとね、順位をつけてほしいわ。はい。なんか誰が一番好感度があって、誰が一番好感度低いか。はい。最初は車乗せてくれ。おい、お前それやべえぞ、マジで。でもな、公務員やから。野球場向こうです。そしてこっちです。はい、クーです。よろしくお願いします。突然ですが、向こうず男子メンバー抜き打ち効果のチェック。バオ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 。と言いますのも、まもなく12月24号、クリスマスがあります。なのに向こうず男子メンバー誰も彼女がいません。これはなんでなのかっていうのをまず聞きたいのと、ちょっとね、あの男子メンバーのどういう評価を持ってるかっていうのを聞きたいんで、はい、じゃあ4人ぐらいあげようか。まあ、そうね、4人でいいんじゃないですか。タイユータ。ああ、タイユータ。スポーツマン。スポーツマン。ヨスケ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 。植木だ。植木だろ。この4人。この4人の中で、順位をつけてほしいの。はい。はい、というわけで、まず効果の第2位は。2位は、スポーツマン。おお。え？まあ、良い。2位、3位は普通みたいな。あ、そこはもう、まあ、大体同じってこと？波っていう感じ。あ、そうです。波っていう感じ。1位は、ヨスケ。おぉ、マジ？それダークホースだわ。ちょっと意外や。ダークホースだわ、それ。いや、やっぱり、愛車？愛車、あの、車乗せてくれ。お前、それやべえぞ、私。でもな、公務員やから。公務員。だって、送迎をしてくれるから、やっぱ、好感度がちょっと。まあ、そういうとこあるよな。じゃあ、ズバリ。最下位教えてください。まあ、海優太だろ。海優太だろ。ね、そうなん。え、海君がじゃあ1位だ。そうですね。1位と4位も。ちょっと予想外ですわ。いや、結構俺ビビってるわ。俺もちょっと海君なの下の方かなと思った。俺多分別ケツか3位のと思う。そう。もじゃもじゃって言って、何ですか、清潔感っていう。はいはいはい、確かに。ああ、これも。とか、なんか、着替えするタイミングがあるじゃないですか。はいはいはい。時とかのなんかちょっとここら辺のおけさま、足元のってこと。そうですね。あの試合の後にそういうとこ見てたの。見える。いや、見えちゃうんですよ。やばい、モーテンだ。俺もモーテンだわ。俺たち結構、俺らもちょっとやばいです。俺多分生えてるもん、普通やばいわ。これ脱いだ後のあのこれ俺でも綺麗な方じゃない。俺整ってるから。いや、整って、まあまあまあ。どうしようか、電話してみる。おはよう、お疲れ。お前今日、お前今日野球小連れ何やってんの？植木、ちなみに今、抜き打ち、向こう女子の、男子メンバーの交換のチェックをしてて。交換のチェックですか？はい、交換のチェックをしてまして、メンバーが海君、はい、スポーツマン、はい、ヨスケ植木。はい、まさかの植木が最下位になりました。いや、いや、まさかの、俺もちょっと、その4人の中で。いや、てか、もはや向こう男子で一番下かもしれない。最下位ですか？あ、最下位です。ね、こっち。最下位です。しっかり最下位ですね。理由としてはまさかの髪の毛もじゃもじゃ。あ、そうですね。それは試合後のすね毛もじゃもじゃ。まさかのだった。だからお前ちょっとね、あの好感度低いわ。なんかもうなんか申し訳ない、すまんな。ちょっとね、これはお前もう変わるしかないよ。ちょっとショック受けました。シンプルなショック。ちなみにここ 2,3 ヶ月で入団したクーちゃんも言ってるから。ちょっと俺と行きましょう。ちょっとかっこよくなりましょう。じゃあごめん、頑張ってね。ありがとう。はい、早いな。はい、というわけで、やってまいりました、メンズクリアさんです。メンズクリアご担当のオロと申します。よろしくお願いいたします。あ、オノさんですか。ロです。オロ、おびれのにどうのロって書いてオロって。珍しい。初めて出会いました。あの植木のですね、今回はすね毛を、はい、ちょっともういっそのこと全部やっちゃおうかと。なるほど。ちなみに先生はあれですか。そうですね、すね毛の方は、すみません、ちょっと見てもいいですか。ツルツルに。あ、すごい。え、すごい、すごいな。そうですね、元から色も白いので、ちょっとよりすごいな。先生、ツルツルみたいな。おー、でもなかなか、すみません。今日野球終わり。野球終わりです。チリチリやないか。じゃあこれがちょっとどうなるか、はい、実際にやっていきましょうか。じゃあ本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やばい、すごいね、これ。結構恥ずかしいな。もともと濃いんや。そうですね、僕結構毛深いんですよ、意外に。はい、肌白いんだ、意外と。確かに
余計目立つっていう。うわー、なんか野球終わりすげえなこれ。僕もちなみに野球してたんですけど。え、マジっすか。野球10年間ぐらい10年間してて、初日から中3まで。おがっつりする。ポジションどこだったんですか。ショートです。マジか。ゴリゴリ。少しだけ頭を上げていただいて、はい、え、ちなみに人生初？そう、初っすね。え、マジ？はい。では左足にジェル塗っていきます。はい。この冷却照射口がかなり冷えておりますので、はいはい、マイナス4度まで冷えております。マイナス4度はキンキンっすね。なので、まあ、暑さと冷たさで相殺し合って、はい、痛みはかなり少なくなっております。なるほど。はい、では失礼いたします。3、2、1。痛みはいかがでしょうか。ないです。充電いけますか。え、大丈夫。え、何もなかったです。ここから電車で行きます。お、すげえすげえ。痛みは大丈夫ですか。大丈夫です、何も。え、本当に全然痛くないです。え、マジで痛くない。何も全然痛くないです。すげえ。安らいだよね。はい、あ、居心地いい。はい、あ、え、早いし、もっとしていきたい。もっとしてもらいたい。そうですね。よし、じゃあ見ましょう。せーの、ドン。やばっ。めっちゃ綺麗よ。やばっ。白かったんだ。おっとおっと、実は白かったんだ。めっちゃ綺麗よ。わー、素晴らしい。すごい。いいね。ちょっと俺もやろう。いいね、俺もやろう。はい、というわけで先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとすごいびっくりするほどね、ね、綺麗になったんで。ちゃんと財布持ってきたよね。3万円ぐらい持ってきた。いや、そんなに。先生、ちなみに今回おいくら万円ですか。今回がですね、980円で。980円。え、大丈夫ですか。30名様限定で販売させていただいておりますので、はい、初回980円で可能でございます。この動画を見た方が、はい、何店舗。こちらはもう全店舗、はい、全店舗。これぜひね、皆さん概要欄からチェックしていただいて、そちらから、ぜひ飛んでいただければと思います。今回メンズクリア五反田店の、小野先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の久々の向こうずのお食事会ということでね。はい、植木です。はい、植木です。あれこの前のアンケートの方ですよね。ショックでした。めちゃめちゃショックだな。まあ、あれから1週間ほど経ちましたけども、植木生まれ変わりました。見せたらんか。見てくださいこれ。え、トゥルトゥルやん。トゥルトゥルやん。サラダチキンみたいな。これでも植木の好感度は低いですか。すごいすごい。全然断然植木さんの方がいいと思います。これが植木に清潔感があるなっていう。ジェニーはちょっと変わりそう。変わりますね。2位なんかい。いや、絶妙だ、それ絶妙だわ。まあでもね、そこまで来たら1位になるかもしれない。確かに、確かに。おい、可能性しかないぞお前。はい、というわけで、はい、スネ毛が綺麗になって、はい、女子の好感度が爆上がりした植木くんですけども、はい、ありがとうございます。実際メンズクリアさんどうでしたか。はい、痛みとかがまずないんですよ、はい、全く、はい、時間、うん、速攻終わったんで。確かに最高でしたね。で、植木くん、今回ちょっとね、スネだったけど、はい、今回のキャンペーンで、はい、まあ、全身の中から一部選べるらしいん で、 そ、 うなんです。それもいいですよね。それいいですね。まあ、どこでもね、はい、いろんなところできるということで。僕ヒゲがちょっとあるんで。確かに。ちょっと次回お願いしよう。いや、本当にその、はい、ね、顔ヒゲの方もね、結構、はい、女の子見てるからね、はい、でだから前にやってたヒゲのね、そう、はい、だからそのキャンペーンもあるらしいから。そうですね。そう、だからそれもね、URL ぜひね、チェックしてほしいなと思ってます、はい、ぜひ皆さんにね、体験してほしいと思います。はい、はい、お願いします。というわけで、植木くん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。